皆様こんばんは。ようこそお集まりいただきました。延期公演ということで、こうやってバラバラに、今日は特別にお座りいただきますね。本当にご不便をおかけしましたが、どうぞお許しください。ただ今後もですね、多分こうやって離れ離れに、しばらくの間コンサートをしたいななんて思ってます。というのも、こうやってお座りいただくことでですね、最高の響きをお届けできるという、パンパンに入っているとここまでこの箱が響かないというですね、宿命で、通常リハーサルをしている時に本当にいい音がするんですね。この音を聞いてもらったことがないな、どうしたらいいんだろうと思って、そういうことを割と始めかけた頃にコロナがやってきて、そしてなんとですね、理想的なこんな形になったわけですね。はい、そうなんです。だからこういうふうに演奏することがないので、今日初めて弾くような音とか、自分でもこう今までこんな音出したことないなとか、そういう音を自分で味わってみたいなと思います。今回は、春にせっかく出した CD が全く売れないままここまで来てしまいまして、その中からせっかくですから聴いていただこうと思います。次の曲は高千穂幻想、高千穂神社のために、書かせていただきました。書いたと言ってもですね、ほとんど夜神楽を見学させていただいて2晩ぐらいにわたるんですけど、その印象的なメロディー何曲もありましたが、その中のものをこう曲に入れると、曲としてはずっと未来残ってくれるものですから、そしてその夜神楽のメロディーの合間にちょこちょこっと何小節か、作曲まがいのことをしてくっつけたという曲なんですけどね。
で最後に仮干し切り歌というあの民謡が出てきて終わります。Thank you.
ザルツブルグのモーツァルトの生家のすぐそばにあるモーツァルテーム音楽院で、僕は25歳から27歳ぐらいまで過ごしました。そこにいる頃に初めて音楽家になろう、バイオリニストになったらいいかもって思うようになったのがそんな頃です。26の時にちょうどモーツァルテーム音楽院中頃だったか、そこでモーツァルト、シューベルト、古典、ベートーベン、バッハ、そういった日本では絶対習えないようなものをそこでもうこれでもかというほど全ての人のレッスンを聞きながら学びました。その2年で何とかしなきゃと思ったんで、ただその途中で博士太郎君に出会って、彼がちょうど大学1年生だったんですけど、バンドをやろうってことになって、彼が言い出しそうでしょ、僕が言い出したんですよ。それまでバンドなんてやったことなかったんですよ。彼の顔にバンドって書いてあったんですね。で、博士君を誘ったら、最初は博士君、いや僕はクラシックが好きだとかなんだとか言ってたんですけど、まあいいからやろうよって言ってジプシーバンドを始めた時に、まずはモンティのチャルダッシュ、彼も大得意だったんで、あ、それができるんだったらできるよって言って始めたんですね。でジプシーバンドがそこで始まって、彼はまだ大学1年生に上京してきたばっかりでした。でこの間ラララクラシック1ヶ月も経っちゃいましたけどね、あの時にチャルダッシュの特集を NHK がやってくれて、いや時代は変わるものだなと。昭和の時代はだからあれは人前では弾いてはこうクラシックの演奏家として弾いてはいけない曲という括りだったんですよ。で僕と博士君はね、誰も知らない人たちですから、みんながクラシックの場合は同じ曲を弾くんですね。当時はソナタ、今モーツァルトこういうソナタだけを弾くっていうコンサートがその当時はスタイルだったんです。なのでチャラダッシュなんかとんでもない、絶対やっちゃいけなかったんですけど、誰もやってないからやろうよっていう、まあその頃からもそういう感じでですね、人のやってないことだけをやろうみたいなことで弾き始めたら、いつの間にやら、まあ、こうやってチャラダッシュの特集で読んでいただけたという夢のような話なんですね。僕はだから そこの辺に感動したんですけど、チャルダッシュが日の目を見たっていうね、昔クラシックの世界ではそう言われ、でジプシーの人たちにチャルダッシュ弾いてくれっていうと、あれはモンティというクラシックの作曲家が作ったから ジプシー音楽ではないとか言っちゃうんですよ。じゃあかわいそうなチャルダッシュだなっていうねことだったんですけど、で基本的にジプシーのバイオリニストたちは、まあ今本当はロマってやらなきゃいけないんですけど、ジプシーの人たちに聞いたら、いやジプシーでいいよ、そっちの方がかっこいいじゃんって言ってたんですけど、でジプシーの人たちはその辺にある曲を使ってこれでもかというかっこいい曲を作る、エンターテイナーのもう最高の演奏家たちで、ましてやそれをバイオリンだったりいろんな楽器でやってみせてくれる。